おはようございます。2023年の4月1日でございます。いやー、爽やかな朝ですな。もう桜もね、この辺満開でね、今ね、地元の花見会場の近く通ってきたんですけどね、もう満開で、観光客っていうかね、見物客がいっぱいでしたね。ということで今日は恒例の花見ツーリングということで今走り出しましたけどね、いつもあの美濃部の方にね行って、あの桜街道を走って、美味しいものを食べて帰ってくるという、あ、富士山も綺麗だけどちょっと燃えてるけどね、ということで美濃部の方へね向けて、いつもの富士川沿いの道を走っていきたいと思います。イエイ UC チャンネル。いやー、ほんと桜がどこも満開でね、美濃部の方はもしかしたら1週間ぐらい遅れて、寒いのでね、ここ山が高いのでね、もしかしたら、ま、今まだ満開じゃないかもしれないけど、咲いてるのは間違いなさそうだね。去年はね、大嵐で、大嵐の後の1週間後に行ったらもうね、丸裸になってたからね。はい、県道77号線を大井町の方にね入ってまいりました。やったかい、今日はめちゃくちゃあったかいからね。ここがね、県道77号線の見どころでございます。はい、ここが富士山がバッチリ、うわ綺麗ね、雲があって、またあれが風情があっていいね、あの雲がね、目の前に富士山を見ながら駆け下りていく東名高速の横のね、県道77号線でございます。今日はいいね。はい、246号線に入ってきました。この富士山も綺麗なんですけどね、ちょっと雲が出てきちゃったね。まあだけどね、この天気で走れるっていうのはね、結構ね、あの土日が雨が多くて、本当記録的なって言ってたな、なんか土日がずっと雨で走れないっていう。山北の桜祭りがそこはあるね。うん、いや、もうマスクをね、もうね解禁されたと、やんなくていいよ、個人に任せるよっていうことで、まあ自由なんですけども、もうこの時期はマスクを離せないということでね、もうおそらく5月中もやってると思う。マスク大山町に入ってきましたね。10時15分、ちょっと出遅れたけど、まあいいか。いやー、いいね、ちょっと三国峠だなこれ、完全に。ここね、147県道147号線に入ってまいりますね。 UC チャンネル。ここのね、山中湖方面、ここね147を曲がります。ここね、山中湖、こっち側が明神峠っていうのかな。富士山一周するコースを走るだったら、ここはやっぱり一番初めか一番最後に、こうなんていうのかな、まあ、一番おすすめだね、あのコースとしては。バイクと一緒にこう取れる、山中湖と富士山がこう取れるポイントって言ったら、やっぱりなかなか、うん、この三国峠はおすすめですね。はい、山中湖村に入ってきました、イエーイ。ということでね、ここのやっぱりここの景色がねたまらんのですよ。うわー、すごい。
うわーわーすごい、これですよ、このダイナミックな景色をね見にね僕は来たんだ。ビューポイントというか撮影ポイントなんだけども、ここね皆さん撮られるんだけどもね、はい、UC チャンネル、はい、ここはね三国峠ですね。いつもね泊まってるんですけど、なかなかライダーさんとかいると写真がね、うん、タイミングいい時にこう、ね、人がいない時に撮ればね迷惑かけられずにね写真撮れるんですけど、まあ富士山はなかなかちょっと ね雲かかっちゃってるんですけど、まあこの晴れだからね最高ですよ。南アルプスの方もねすごい綺麗だし、うん、最高の天気になりました。はい、最高の景色をね、最高だよね、山中湖も最高、うん、はい、ここみんなが結構みんな泊まるからね、なかなか写真待ちだになっちゃうよね、ここね。はい、ここでよくアベリスだ、ヤイスかな、イエーイ、イエーイ、オッケー、いやーいいね、三崎キャンプ場もね、あっこもいいよね、のんびりできると思う。こっからの富士山、うんうん、いいね、ちょっと雲がかかっちゃったね、だけどまあいいね。うわ、奥にね南アルプスの雪がすごい。はい、138号線を河口湖方面へと向かっております。はい、左がね青木ヶ原樹海になっております。落とすくまで6キロ、この先のね道が好きなので、うわー、ここ、あー、ここはね好きな道のね一つなんだよね、ここ、うわー、最高ですな。元須湖方面ね曲がると、はい、曲がります。国道300を元須湖方面に曲がると結構お土産屋さんとかね、ほうとうとか、やっぱほうとうだよねこの辺は。ちょっと寄っていこうかな、お腹空いちゃったよね、ね、ほうとう、ここでも寄ってっかね。UC チャンネル、お正月さん、松風さんに鹿カレーサラダセット、うどんほうとう、ちょっと入ってみましょうね。こんにちは。この鹿カレーセット、はい、1800円です。いただきます。はい、ね、ちょっと贅沢しちゃいましょう。はい、鹿カレーセットでございます。
食事とかの松風さんかなでしたね。鹿カレーを食べてましたね。さあ先へ進みます。 UC チャンネル元スコにあるね松風さんをね、もう目の前もう元スコですよ。結構空いてていいね本当。港湾キャンプ場が見えたね。そこのレイクウッドだっけ、レイクサイドだっけ、なんかね、このここはやんないのかな。ここいいよね、やればいいのにね、ここね。もうあれかな、いないのかな管理する人が。今日はここは寄らないで行きましょう。そのこの展望が最高なんだけどね。はいはい、元住道入ってきましたね。すげえ南アルプスのね山々が雪へ、すごい。この元住道はねやっぱこのワインディングがあれだよね、リズムがいいよね。このワインディングの低速コーナーが続くね、このワインディングが面白い。まあ河川地帯だからさ、なかなかね飛ばせないけども、これはややチャンスじゃないの。イエーイ、ややチャンス。桜ツーリングのね、こう桜ロードになります。うわ、富士川がね横に見えてね。 UC チャンネル、はい、桜ロードに入ってきましたね。はい、ちょうどもう散りながらね、もう葉桜になってきてるとこもある。うわーいいねー、満開になっておりますね。うわー桜が散る、いやーいいねー、ここ桜ロード県道9号、山梨県道9号でございます。うわー散ってるー、桜吹雪の中を走る。うわ、もう来週これダメだね。いやー今日だったよ完全に。うわうわ気持ちいいね、桜ロードね、富士川沿いの道をね走ってますけどね。いやーこれは気持ちいいよ本当に。はいはい、撮影ポイント、わー来てる、撮影してるね。この桜の下でお撮るという、はい、塩の佐伯です。だいぶ散っちゃってますね、もうね、結構散っちゃってますけど、まあこんなっちゃってますね。だいぶ綺麗ですね。今電車が来そうかな。はい、こんななっております、ね。はい、塩の沢駅を進んでいこうと思います。ね、やっぱここ電車来るからみんなかね撮りたいんだよね。桜と電車みたいな感じでね。ミノブの駅に来ました。みんないっぱいいるね、みんなミノブパンツ食べてんだよこれ。ね、そこがあれが働いてたところでね、なでしこを働いたね豊か屋さんだね。はい、次のね桜街道っていうかね南部町にここね入ってきました。まだこっちはあるね。いやーいいね、桜の真ん中を走れるというね。今年も来れました本当。県道10号だね、県道9から10に変わるくらい。ほらすごいね、ここは
富士川沿いのね、この県道10と9、もう今日で最後だな。いやー、よかった、花見ツーリングということで来ましたけどね、こんな感じになっております。いやー、よかった。いやー、久しぶり、2年ぶりにこう見えたね。ということで花見ツーリングでした。ご視聴ありがとうございました。